ワンコちゃんの好きなところは、うん、初めて会った時から変わらずワンコがいるともう本当に場が明るくなるところが素敵だなと思います。あと何だろう、あ、この間何回かジムに一緒に行ったんですけど、すごくマイペースです彼女。でもそれがすごい居心地が良くて、青空は大好きです。観覧車好きです。よく、でも今回久しぶりに乗りました。小さい時多分あの家族で乗ったなっていう思い出があります。遊園地は、小さい時あの動物園についてた遊園地とかにはよく行ってました。でも最近だったらやっぱりディズニーランドとかシーが多いですかね。思い出に残ったディズニー、なんだろう、でもやっぱり行く人とか行く時期とかによっても毎回がもう素敵なあのディズニー旅行、ディズニーに一回一回が素敵な思い出になってます。ヨッピの好きなところは明るくて、その場にいるとあの場を盛り上げてくれるところが大好きです。横浜はそんなに来ないので、今日久々に来てめちゃくちゃテンション上がってます。中華街ありますけど、なんかあんまり食べないで終わっちゃいます、いつも。どこ見てるんですか。海もあんまり全部あんまりなんですけど、なんか久々に海とか入りたかったですね、今年は。マナティの好きなところはすごいサバサバしてるところが好きです。なんかハーンってして見えるのに、こうズバッて正論を言ってくれるので、迷ったりするとこれがいいんじゃないみたいに言ってくれるところがすごい好きです。なんかマナティの雰囲気もすごい大好きです。なんていうの、ホワホワンって感じの、なんか柔らかい感じのマナティワールドが私は好きです。水族館大好きです。でもたまに行きます。水族館に来るとイルカのショーとかは絶対見ます。カワウソとかもすごい好きで、貴重だったなって思います、タッチできたのが。あと好きなのは、あとペンギンなの、ちょこちょこ歩いてる可愛い感じも好きで。ペットは飼ってないです。飼いたいものです。なんかカワウソ、コツメカワウソみたいなのを飼ってみたいなって思います。葵の好きなところは、葵はすごい話しやすくて、なんだろう、接しやすいっていうか、そうね、話しやすくて、なんかすごい絡みに行きやすいです、私から。それでいつでもマナティーって言ってくれて、もう普通に友達としてすごい仲良くしやすい存在です。江ノ島は今回初めて来ました。でも鎌倉は高校の時の遠足で来たので、すごい思い出があります。鎌倉は小町通りとかで食べ歩きをしたり、あと海でみんなで写真撮ったりとかしました。食べ歩きで好きな食べ物、あ、でもさっき食べたんですけど、かき氷とかすごい今暑かったので美味しくいただきました。かき氷は何が好きかな、でも抹茶とかそういう和風の味が好きです。あおちゃんの好きなところは、まず人柄がすごい好きなのと、面倒見がいいところが好きです。大好きです。どんなカフェ、結構テラス席とかあるところとか、コーヒーに合った食べ物とかが、組み合わせとかがあるのがすごい好きです。一番おすすめは、あの清澄白川にあるんですけど、オールプレスエスプレッソってところがあって、エスプレッソにすごいこだわってるところで、なんかそのエスプレッソとミルクの味わいがすごい好きで、まろやかで、よく行きます。すごい可愛い。
可愛いですか？気づかなかった。綺麗って。可愛い。可愛い。可愛い。相手の人も食べたかです。あら、どうか。